皆さんこんにちは近畿大学病院血液抗原病内科の芹沢と申します。当科は血液チーム抗原病チームと分かれておりますが私は血液チーム特に多発性骨髄腫を専門に診療を行っております。今回は多発性骨髄腫の治療計画という内容でお伝えさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずは正常の造血機構ですが成人が血球を産生する場所は 骨の中である骨髄となります。その骨髄には血液の原料である造血幹細胞が眠っておりますが、この細胞から骨髄系幹細胞、リンパ球幹細胞へと枝分かれします。骨髄系幹細胞は酸素を運ぶ赤血球、血止めの成分である血小板、細菌と戦う白血球やアレルギー反応の制御に関わる紅酸球や抗炎血球などの顆粒球、異物を除去するマクロファージなどに分化する単球へと形を変えます。 一方、リンパ球幹細胞は、細菌やウイルスなどの病原体に応答する B 細胞、免疫の指令系統である T 細胞、腫瘍やウイルス感染細胞を破壊する NK 細胞へと変化します。このように、造血幹細胞からは、様々な役割を担う血球へと分化します。今回、その中でも B 細胞から分化した K 質細胞をさらに詳しくお伝えしていきます。 形質細胞とは免疫グロブリンといわれる細菌やウイルスに対抗する物質である抗体を合成分泌する細胞です免疫グロブリンには IgGAMDE の5種類があり正常な状態はそれら成分がバランスよく存在していますところがこの形質細胞ががん化すると多発性骨髄腫へと皮付きが変わります多発性骨髄腫は他の悪性腫瘍と同様に 増殖、浸潤、転移する以外にメイクグロブリンの代わりに M タンパクと呼ばれる特殊なタンパクを産生し体に害を及ぼします。右表は多発性骨髄腫の症状をまとめたものですがその中で古典的に有名な症状としてはクラブ症状が挙げられます。クラブ症状とは高カルシウム結晶、腎障害、貧血、病的骨折を示します。高カルシウム結晶や病的骨折は 骨髄細胞によって骨が溶け出した影響で出現し腎障害は M タンパクや骨髄細胞の直接浸潤が原因となります貧血については骨髄中の骨髄細胞が増殖することで造血不全や腎障害の影響で造血因子であるエリスロポイチンが不足することで起こる腎性貧血が主な原因となります また免疫グロブリンが正常に産生されないため感染にかかりやすく重症化しやすくなりますこのように多発性骨髄腫は多様な臨床症状をきたします次に多発性骨髄腫の疫学ですが10万人における様々ながんの罹患率を示したものです 骨髄腫は男性で6.7人女性で5.6人平均6.15人で発生し発生頻度は少ないがんとなりますが近年増加傾向ですまた血液使用では悪性リンパ腫白血病に次いで3番目の頻度となりますさらに年齢別の罹患率となりますが多発骨髄腫は若年でほとんど発症しない一方で45歳以上より高齢になるにつれて発症頻度は増加します 本邦での診断時年齢中央値は67歳となります。また多発性骨髄腫の原因は生活習慣や家族の遺伝とは関連性がなく、はっきりした原因は未だ不明です。次に多発性骨髄腫の検査と診断となります。多発性骨髄腫の疑いがある患者様は、原因不明の多発骨折、人機能障害、貧血で糖化へ紹介されるケースが多いです。 そのような場合、まず上記に挙げる検査を実施します。M タンパクの有無を検索するために、採血・採尿検査を行い、続いて骨髄細胞の確認のために骨髄検査に移ります。また、骨病変や髄外支流の検索のためには、CT などの全身画像の検査も必要となります。その中で骨髄検査、特に骨髄穿刺ですが、これは他血液疾患においても、 血液内科が実施する機会が多い検査となります処置の方法としては、まずうつ伏せの姿勢となり腰の骨である腸骨に痛み止めの局小麻酔を行います麻酔が効いてきた後に、右下にお示しするような専用の針を用いて腸骨から骨髄血を採取します骨髄穿刺で得られた骨髄血を用いて顕微鏡で細胞の形や数を確認します 他にも細胞の特性を見るための細胞表面マーカー検査や病的な染色体異常がないかの確認検査も併せて行いますこれら精査で多発性骨髄腫の診断が得られた場合でも全てがすぐの治療対象となるわけではありません多発性骨髄腫が治療適用となるのは臓器障害や腫瘍が固まりをなす場合となります下段の太い緑枠で囲ったケースとなります 多発性骨髄腫は段階的に病状が進展しますが骨髄腫の前段階である意義不明の M タンパク結晶や無症候性骨髄腫の場合は治療方針として経過観察となりますただし共に外来で定期的な採血を実施し病状進行がないかは確認していきます次に多発性骨髄腫の治療方針ですが 先ほどのスライドでもお示ししたように症状が出現している症候性骨髄種が治療適用となりますその場合は年齢や日常生活動作基礎疾患などを見て移植が可能か否かで方針が変わります具体的には年齢が65から70歳以下かつ日常生活動作に問題がない方であれば移植を検討します移植を行う場合はまず使用量を減らすために 抗がん剤を3種用いた寛解導入療法を行います4コース前後実施した後に使用量が減ったのを確認できれば自我増血幹細胞移植を行いますさらに近年移植後の再発を減らすために少量の経口抗がん剤による維持療法を併用することも増えてきました一方移植を実施しない場合は抗がん剤治療単独で治療を進めていきます 多発性骨髄腫の治療は以前までアルキル化薬などを用いた抗がん剤治療が中心でしたが治療成績は不良でしたしかし多発性骨髄腫のさまざまな基準に作用するプロテアソーム阻害薬や免疫修飾薬抗体薬などの新規薬剤の登場により治療成績が劇的に向上しています本邦でも2006年に、 ロテアソーム阻害薬であるボルテゾミブが承認されて以降現在までに10種類の新規薬剤が臨床でで使用できるようになりました,また移植を実施する場合血液疾患で行う造血幹細胞移植はさまざまな種類があります。大きく分けて患者様自身の造血幹細胞を用いて行う「自家造血幹細胞移植」「自家移植」 他人からの造血幹細胞を用いて行う同種造血幹細胞移植、同種移植課に分けられます。同種移植は白血病などで多く行われていますが、今回の多発性骨髄腫は自家移植がメインとなります。移植前に造血幹細胞採取を行いますが、その採取は造血剤を用いて骨髄中の造血幹細胞を末小血中に誘導して採取を実施します。 採取した細胞は、移植が行われるまでは凍結保存されます。次回植の経過ですが、まず大量の抗がん剤、多発性骨髄腫においては、主にメルファランという種類を2日間投与いたします。投与後、先ほど採取・凍結しておいた患者様自身の造血幹細胞を輸注して元に戻します。さらにその後、2、3週間の間は血球が低地な状態が続きますが、 次第に細胞が馴染み始めると、血球が上昇し、静着します。この間の注意すべき副作用としては、抗がん剤によるおしん・おうと、食欲不振が出現しますが、これらは抗がん剤専用の吐き気止めや、食事の変更で対応します。また、口内炎や下痢などの粘膜障害も出現します。これらは口腔ケア、 成長剤の投与で経過を見ていきますまた最も注意が必要なのは血球が低のの時期の感染症です発熱が出現した場合はさまざまな細菌に作用する広域抗生剤投与や白血球回復を促進する GCSF という造血剤を投与し副作用管理も併用していきます。 次に、これは多発性骨髄腫を多く見ている海外の施設である名誉クリニックから、治療の変化と生存率の推移を見た報告となります。縦軸が生存率、横軸が年月を示していますが、新規薬剤が登場する以前の余命は平均値が2から3年ほどでした。一方、新規薬剤が登場してからは、5から7年ほどに改善しているのがお分かりになるかと思います。 ここから、さらに現在は先ほどお伝えした新規薬剤が登場していることから、予後のさらなる改善が期待されます。また、多発性骨髄腫の治療は、原疾患の治療以外に骨折における疼痛や再度の骨折予防を行うことも重要となります。これらをおろそかにすると、原疾患が落ち着いても日々の生活で必ず患者様の負担となってきます。 当院における多発性骨髄腫の治療方針は、原疾患の治療、疼痛管理、病的骨折予防の3本柱を心がけています。疼痛管理については、一般的な鎮痛剤も使用しますが、骨の病変の痛みは、それらではコントロールがつかないことも多く、医療用の麻薬であるオピオイドを併用することも考慮します。 麻薬と聞くと皆様は心配されるかと思いますが適正量を使使用用すす。れば安全にででき、頭痛コントロールが優秀な薬剤ですまた骨折を頻回に起こす疾患でもあり治療中の同様な骨折を再度引き起こすことも少なくないことから骨折予防として骨を強化するビスフォソネートを同時に併用し始めます。 他にも抗がん剤投与時における副作用管理も治療を継続する上では非常に重要なポイントとなるため予防できる副作用は予防しながら副作用出現時にはそれらに応じた対応を追加で実施していきます。最後に多発性骨髄腫の治療においては我々血液内科のみではなく他科・多職種との連携を行いながら治療を進めていきます。まず多発発性骨髄種が発症し、 入院時には血液内科以外にも腎障害の程度によっては腎臓内科骨折のの具合にによっては整形外科の先生方にも声掛けを行います。骨髄腫における看護薬剤に関してはそれらの専門家と相談しながら診療を進めていきます治療中は原疾患によって骨折などにより状態不良で日常生活動作である ADL や筋力が低下することが多いです。 これらを改善するためには、理学療法士さんにによるリリハビリ協力が必須となります。他にも先ほど骨を強化するビソス,ストネートの開始時には副作用対策で口腔内の確認が必要となるため口腔外科の先生方の診察を要します疼痛管理でオピオイドを使用しても効果不十分なケースがありその場合には疼痛相談で緩和ケア科に協力を仰ぐこともありますまた、近年、 抗がん剤を併用するにおいては口腔内を清潔に保つことが重要視されており歯科衛生士さんへ航空ケアを依頼すす。ることもありますそして症状が落ち着くと引き続き治療は通院で行うことが多いですが患者さんによっては退院後の介護の必要性から介護保険の介入や在宅調整リハビリ調整が必要になることがあり それらは医療ソーシャルワーカーさんを介して単位調整を実施していきますこのように多発性骨髄腫の治療は多職種を多く返しながら治療を日々進めております今回のスライドのまとめとなります多発性骨髄腫は形質細胞ががん化した疾患であり全身に多彩な症状をきたします治療としては新規薬剤を含めた化学療法が主体となり 移植が可能な年齢や状態であれば自家造血幹細胞移植を組み込んだ治療計画となります新規薬剤の登場により、その予後は改善しつつあります多発骨髄腫の治療は、原疾患のコントロール以外に疼痛や骨折予防も重要となりまた、多発性骨髄腫の治療は多職種を介入しながら行うチーム医療が必須となります 皆様が多発性骨髄腫でお困りな点がございましたらまた何なりと私たちの課に申し付けていただければできる限り皆様と親身になって協力しつつ治療計画を練っていきたいと考えております。今回のスライドご清聴ありがとうございました。